関係しているスタッフの皆様や学園の皆様に、まず感謝したいなと思って。ホームゲームっていうのはすごい、まあ、観客も入りますし、まあ、僕たち自身もやっぱりモチベーションにしている部分はあるので、まあ、自分としては大学で初めてのホームゲームなので、まあ、その中ですごく緊張感もありますし、まあ、楽しみでもあります。こうやって自分たちがホームで試合できることは本当に嬉しく思います。感謝の気持ちを、まあ、プレーだったり、まあ態度だったりで伝えられたらいいかなと思ってて、これまで、東海を応援してくださった人たちのためにも、絶対に2勝はしたいと思ってます。自分たちはもう全力でプレーするだけなんで、応援してくれるってことに感謝して、精一杯頑張りたいなと思います。フィジカルを使ったドライブだったりとか、スリーポイント、このガタイではできないこの器用さというところを見てもらいたいなと思います。チームで求められていることは、ディフェンスとスリーポイントとか走ることなので、ここに注目してほしいです。そうですね、まあ、ホームゲーム出ないんですけど、半年前ぐらいに、大きな怪我をして、まあ、カムバックするところを、見てもらえればなっていうふうに思います。まあ、やっぱりリバウンドとか、その、まあ、ディフェンスのところでやっぱり僕は貢献できると思うので、そこを、はい、見てほしいかな。とにかくゲームコントロール力であったり、チームとして、の自分の役割はやっぱりアシストをすることだと思うので、まあ、アシストしながら、そしてあと強いディフェンスをこう先頭で引っ張ってやっていくところを見てます。今回はディフェンスチームなので、自分は本当にディフェンスができると思っているので、特に見てほしいかなって思ってます。最短は、まあ、リーグ戦全勝優勝、インカレは2連覇、その天皇杯が中止になったので、そのインカレを取ることが今の一番の目標で、そのためにその4年生として、チームを引っ張っていけたらなと思います。インカレ優勝っていうのは僕たちの一番の目標、相手は強いんですけど、勝ち切りたいと思います。しっかり東海大らしいバスケットを毎試合して、2連覇できればいいなと思います。学生のレベルではダントツで、優勝する最高なチームで2連覇を成し遂げて